はい、こんにちは。物欲名古屋人です。今回はおなじみの K&F コンセプトさんからのレビューを提供品で三脚ご紹介いたします。 K&F コンセプトの三脚、以前もカーボンのね、こういったコンパクトな三脚をご紹介させていただきましたけれども、今回はね、これのもっとね、しっかり版という感じです。今回ご紹介する三脚は何といっても高いということです。高いってね、値段がじゃないです、高さがです。なんと最長231センチまで、2メーター31センチまで伸ばすことができるというね、高さを誇った三脚です。約ね1万円ちょいというお手軽な価格なんですけれども、俯瞰撮影もできるアタッチメントがついていたり、非常に高さが稼げたりする機能性を持った三脚です。では開封して見ていきましょう。このようにしっかりとした収納ケースが入っています。ショルダーのベルトもついてますので、このように手提げだけじゃなくて肩にかけてね、持ち運ぶこともできますので、カメラバッグとは別にこういったケースに入れて三脚持っていけばね、非常にしっかりとした撮影もできるのではないでしょうか。このジッパー自体もかなり太めのジッパーでしっかりとしていますので、こういったところの品質はね、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、説明書はね、ちょっとよくわからないです。よくわかりにくいですね。あとは、各種緩んだ時の六角がついていますし、ちょっとね、用途がわからないネジがありました。あとはね、一通り取り付けてある状態です。そしてこのように肩パッドがあるショルダーベルトがありますので、先ほどのこのケースに取り付けて肩掛けすることもできますね。俯瞰撮影ができますので、このような延長ポールがついています。これ組み立てた状態ですけれども、これを三脚の台座に取り付けて、このように長さを調整して、あとはこれでこのように角度を調整して、上から覗き込むような俯瞰のアングルで撮ることもできるね、このポールがついています。またこのポールはね、高さを伸ばすだけの延長ポールとしても使えますので、かなり高くすることができます。そしてこちらが三脚です。結構しっかりとしていると思います。今回ご紹介する三脚はカーボン製ではなくアルミ製です。カーボンのものもね、いいんですけれども、やっぱりしっかり感というとね、アルミがいいかなと思います。アルミだとね、しなる感じはあまりありませんのでね、重いものも乗せられると思います。今回ね、無謀じゃないかと思うんですけれども、これにニコン Z9 をね、ちょっと乗っけてみようかなと思います。この三脚の耐荷重は10キロということで、まあスペック上はね、ニコン Z9 だろうが乗せられると思うんですけれども、やっぱりこの耐荷重10キロっていうのはね、10キロギリいけるよっていう感じだと思いますので、まあその半分のね、5キロとかそれぐらいなのかなというふうに思います。こんな感じのアルミです。アルミの径は 23mm ですかね。はい、の径になっています。そして、ここ、一つの足だけ、このように、スポンジがついていますね。はい、ここを持つと、冬とかね、このアルミ、めちゃくちゃ冷たくなりますので、こういったグリップがあるのは嬉しいです。そして、この一本だけ取り外して、一脚にすることもできる機能もついていますので、これはなかなか、一脚で野鳥とかね、飛行機とか撮る場合、三脚を置くスペースが稼げないときね、便利かなと思います。こんな感じです。これが今折りたたんだ状態ですね。こちら KF28 という K&F コンセプトではおなじみの、まあ評判が微妙な雲台がついております。この雲台はね、お好きなものに交換するのがいいのかなと思いますけれども、ではこの状態、雲台もついた状態で重さ測ってみますと、1567g ですね、 8g といった感じです。1.5 キロちょいといった感じで、この雲台 KF28 という雲台込みで、この台座も取り付け用の台座も込みの重量です。こんな感じですね。そして今回のタイプはこのレバータイプです。これ回転するタイプと回転させるタイプとね、両方ありますけれども、これはね、こう回転させて伸ばすタイプですけれども、今回こういったレバータイプです。はい、このレバーワンタッチで伸ばすことができます。このタイプはね、好みが分かれると思いますけれども、まあ私はね、回転させる方がどっちかというと好きですね。というのもこのレバーがね、よく壊れるんですよね。これまで使ってきた三脚、結構レバーが壊れて、レバー締めているのにズルズルとこの重さで縮んできたりね、することがありましたので、ネジで締めるタイプの方が、まあ私個人の印象としてはいいかなと思います。あとこの石突きっていうんでしょうか、この下の部分痛いです。これ尖ってます。なので今これフローリングに置くと完全に傷つきますので、穴というかね、へこみますので、これね、こうやって回転させることで、多分こういう使い方でいいんだと思いますけれども、
ゴムだけにすることができるようですね。これ抜けてしまうのかなと思ったらここから抜けません。なのでこのネジ自体を抜くのはね、ここに六角の、はい、形してますので、これで工具で回すと抜けるのかなと思いますけれども、ちょっとねこの痛々しいのは屋外だといいのかもしれませんけれども、室内ではここは伸ばしておきましょう。はい、こんな感じでマックスまで伸ばしておくことで、この金属が出ずにゴムだけで支えられるようになりますので、これでいきましょう。はい、アルミとしては非常にしっかりとしたこのように黒いアルミです。今ね私使っているこの GH5M2、 今撮影しているねカメラの三脚はマンフロットの1905という、これより若干ね大きめの三脚なんですけれど、まあそれと比べてもね遜色ないぐらいねしっかり感はありそうですね。はい、そしてこのぐらいコンパクトな三脚なんですけれども、はい、こちら持ち運ぶ時に折りたたんであるという状況なので、使う時はこれ戻します。はい、このようにねひっくり返せるタイプです。最近このタイプ多いですよね。はい、このようにひっくり返せるタイプですので、はい、こんな感じでひっくり返して三脚として使います。そしてはい、このように止まります。3段階ですかね、この長さというか角度の調整としては3段階になってまして、はい、今こちらが一番閉じた状態で止まるポイントですけれども、伸ばしたい場合は少し緩めてここね押してあげて、もう一段はい進めてあげるとここで止まります。こちらが2段目、そして同じように緩めて、はい、これが3段目ですね。これが一番角度広がるような感じになりますので、こういった感じで調整をいたします。はい、緩めて押して、そして畳むときはこんな感じで畳むという仕組みですね。まあここは慣れれば、はい、こんな感じで畳んだ状態から戻すときは特に押す必要なくね、はい、このようにカチッといったタイミングで止めればこの角度で固定されます。そして一脚にしたい足だけはこのようにオレンジのパーツがついてますので、ここをネジで回すと、はい、このようにここに雲台を取り付ければ一脚として使えるというねものになります。このように1本だけ取り外せる機能っていうのも面白いですね。はい、しっかりとつけておきましょう。こんな感じで三脚になります。では立ててみます。今こちらが一番角度がついた状態で、短くした状態で立てた感じです。この三脚は何といっても高さ調整の自由度にあります。まずこちらニコン Z9 に24120mm をつけた状態、これをね乗っけてみます。今重量を測ったらこれ 2100g、 2.1kg ぐらいありましたね。結構な重量、ヘビー級です。まあこれが乗ればねほとんどのカメラは乗ると思いますけれども、そしてこの雲台ですけれども、これがね評判がまあ微妙っちゃ微妙な雲台です。こういう形でネジでね締めていくタイプなんですけれども、こういうここですね、はい、ここのネジを、緩めて締めていくタイプになるんですけれども、これがねワンタッチで止まる感じではないので、こうレールに乗っけたんですが、乗っけただけではねカチッてはまることもなく普通に抜けます。一応はスライドさせると引っかかるようにはなっているんですけれども、これもしね少しこう斜めにつけたり取り付けミスるとね、そのまま落ちるということにもなりかねませんので、はい、これをしっかりとこうネジで締めるというのがね、はい、ちょっと不安感はあります。では取り付けました。あ、この雲台意外としっかりしてますね。こういう微妙な角度で止めたとしても、あ、大丈夫そうですね。ずり落ちたりしてこなさそうです。このボールマウント、ボールジョイントがね意外と大きいボールで、ここをねキュッとしっかり締めれば、はい、体重乗っけても、うん、体重乗っけるとさすがに動きますけれども、これぐらいは余裕で固定力ありそうですね。はい、なのでさらにねこれ第3弦の望遠ズームとかやると厳しいかもしれないですけれども、この24120クラスだと全然余裕ですね。はい、この KF28 というボール雲台を使っておりますけれど、こんな感じです。はい、まあ、回転もまあ滑らかですね。はい、このように滑らかです。まあ、最低このクラスの雲台はニコン Z9 だとね必要でしょうね。では伸ばしていきましょう。はい、まず足ですけれども、このように、はい、
はい、3段階全部伸ばします。はい、このように2段階に伸ばします。こんな感じです。こちらが今まだ3段目をね伸ばしてない状態です。2段伸ばした状態で、そして真ん中の支柱も一番短い状態で、ニコン Z9 を装着した状態ですね。このような感じです。思ったよりしっかりしてますね。これ体重かけてみても、大丈夫そうですね。はい、下ね、この今のところレバーが縮んだりホールド力が少なかったりと小さかったりすることもなくいい感じです。ではさらに3段目伸ばしていきます。はい、これで三脚を一番長くね伸ばした状態です。もうカメラがね私の目線ぐらいまで来てますので、この真ん中の支柱を伸ばすことなくかなりの高さ稼げます。これは素晴らしいですね。もう今の GH5M2 がニコン Z9 をこのように下から眺めている状態になりました。このようにですね Z9 様を見上げておりますが、これでも結構三脚自体のブレはほぼないです。普通に写真撮ったり動画撮る分には問題ないホールド力かなと思います。やっぱねこれぐらいの高さあると何かと便利ですよね。そしてさらに真ん中に支柱がありますので伸ばすことが可能です。レオフトとかねここの真ん中のポールがないとねなかなかこの三脚の3段階4段階だけで長さ調整高さ調整しなきゃいけないので、意外とねここが不安だったりするんですけれども、まずこの部分が伸ばせます。これねもうこうなってくるとだいぶ安定感が怪しくなってくるんですけれども、はい、見てください。これでさらに、こう伸ばせますね。はい、そしてまだいけます。はい、ここもう1段階伸びるんですよ、これ。はい、こんな感じで、もはや私の身長よりもえらく高くなっておりますけれども、はい、天井に近いというかもうこれ以上この三脚自体上がらないな。はい、見えますでしょうか。こんな感じで、思った以上に安定感はどうだろう、不安定感は少しはありますね。ただ思った以上にもっと危険なのかなと思ったんです。これでもね転倒注意ですよね。強風とか吹いたらどうなるかよくわからないですけれども、まあ一応はこれぐらい高さ稼げます。もっと言うとですね、はい、この俯瞰のポールがあるんですけれども、さらにこれをねつけることができますので、まあ、天井ぐらいまでねいけますね。ただこれつけるとねもうだいぶ不安定になってくると思いますので、まあこのぐらいがマックスかなと思います。あとはこの下の幅を広げてもいいんですけどね、そうすると高さは狭くなりますので、この辺りはどういった撮影をしたいかっていうのをね、はい、それぞれニーズに応じた長さ調整をするのがいいのかなと思いますけれども、まあこういった感じで途中で止めたり、かなりこの真ん中のねポールがあることで自由度高くなりますので、まあ、これぐらいだとねなかなかいい絵が撮れそうですよね。目線よりちょっと高くなりますので、はい、まあ、安定感を求めたい方は真ん中の支柱は自分の目線ぐらいにしておくと安定感を増すのかなと思います。では続いて俯瞰撮影用にセッティング変えてみます。このように俯瞰撮影のポールがありますので、今度はこの先端にこのように先ほどの雲台をつけまして、ここはこの俯瞰撮影用のパーツをこのような感じで取り付けまして、あとはこう角度が変えれますので、例えばこんな感じ、あんまり長くしすぎるとこう倒れていきますので、この辺りは角度とあとはこの長さですね、はい、これで調整が可能です。はい、あと一番怖いのはこの Z9 を取り付けるんですけれども、こんな感じで Z9 を真下に向けてですね撮影するような俯瞰映像、俯瞰セッティングすることができました。これ結構ギリですね、危ない感じはありますけれども、この三脚のね足よりもここが出るとねバランス崩すと書いてありますので、これはなかなかチャレンジングな、はい、こう前にね倒れていくギリギリかと思いますけれども、まあ、この辺りはねおっとっとっともうちょっと短くしてみたりして、まあ、安定感のあるところを探るといいと思いますけれども、止まって撮影する分だったらね全然大丈夫ですね。風とか吹くとあれですけれども、室内撮影でしたら
しなりはしますけれどもね、触らなければ大丈夫じゃないかなと思います。こんな感じでどうでしょうか。このセッティングできるのはなかなかいいですね。非常に自由度があっていいと思います。どうでしょうか。結構ね、高さのバリエーションが非常に良くて、あと思ったよりもしっかりとして、あとはこのネジとかがねバカになったり緩んでこないかなっていう点と、やっぱこの雲台がね不安感ありますね。これね、ネジで横からこう押さえつけてあるだけなので、緩むとスコーンって下に抜けそうなのがとっても怖いです。なのでちょっと雲台に関してはね、なんかいいのがあればなというふうに思いますけれども、何よりもこのアルミのしっかり感と、そして高さの自由度ですね、これがあるのでいろんな撮影に使えると思います。重量も 1.5 キロ程度でしたかね、この本体と雲台で、ですので、まあ、こういったバッグもついておりますので、旅行とかね撮影行かれる時に非常に重宝するんじゃないでしょうか。では無難なながら調整がいろいろとできるね三脚をお探しの方、今回 K&F コンセプトの三脚ご紹介いたしました。231cm まで伸ばせる、そしてこのように俯瞰撮影できるパーツもついてますので、気になった方ね、ぜひ参考にしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。